どうもこんにちは、アンティークテーブルウェアの瀬野です。今日のこの動画なんですけども、ダントナビのシーズン1の4について解説をしていきます。で、ダントナビを見たことない方もいらっしゃると思うんで、この下の概要欄のところに Hulu のリンクを入れております。で、Hulu は今2週間無料でお試しで見れるみたいなんで、2週間あればですね、多分これ全部見れるんじゃないかなというふうに思いますので、そちらを見てからこっちに戻ってきてもらった方がいいと思います。で、この動画なんですけども、ストーリーがこういうふうにして進んでいくんですよっていう話をするんじゃなくて、時代設定というのが1910年代のイギリスなんですよね。ですので、この人ってなんでこんなこと言ってんだろうとか、なんでこの人こんなことやってんだろうみたいなところがちょいちょい出てくるんですよね。そういったところを深く解説していく動画ということになっております。そしてこの進め方なんですけども、何分何十秒のところでこの人がこういうふうに言うんですがっていうふうに進めしていくんですけども、その時のですね、時間っていうのが僕 Hulu ベースで解説してるんですね。ですので、もしかしたら Amazon プライムを使ってる方はちょっと時間がずれてるかもしれないんで、その辺はご了承ください。そしてこの時にっていうこのシーンの部分の写真を使いたいんですけども、多分これ著作権的にアウトになってしまうんで、その人の写真を使って解説をしていきます。では早速やってまいりましょう。まずですね、ダウントンフェアの準備のところから始まるんですよね。だからお祭りがあるんですよ。そのお祭りの準備のところから始まって、使用人たちがちょっとね、お祭りの準備を見に行くっていうシーンがあるんですけども、この時の服装を見てほしいんですよね。どういう服装だったかって言いますと、まず使用人の人たちっていうのはアンナとグエンがいたんですけども、あとベイツさんですね、ベイツさんがいたんですけども、基本的にそのまんまの格好なんですね。だからメイド服を着て、その上に黒いジャケットを着ている、まあコートを着ているという状況になったんですよ。で、その時に あそこにメアリー様がいるわというふうに言うんですけども、この時のメアリー様の格好に注目してほしいわけなんですね。で、この時のメアリーさんなんですけども、手袋をしているわけですよ。で、革の手袋をしているんですね。で、この時の時代の宿女の人たちっていうのは絶対に手袋をして外に出ないといけなかったわけですよ。だから敷地内ですね、お屋敷の敷地内から出るときは手袋をしていかなければならないということだったんですね。これどういう感じかって言いますと、エチケットなんですよね。だから今私たちってマスクしてるじゃないですか。まあそれと同じようなもんだと考えてください。ですので、このメアリーさんっていうのは革の手袋をしてるんですよね。ちなみにこの革の手袋の前に流行ってたのが、これがコットンとかシルクの素材の手袋が流行っていたらしいです。1900年代のイギリスの話なんで、その後に流行っていた革手袋をしているということなんですね。で、他のシーンでもメアリーさんとか、まあ他の人もみんなそうなんですけども、基本的に女性の方って手袋をしているんで、そういった点もね、見ながら進めていくとより楽しめるんじゃないかなというふうに思います。で、次なんですけども、この時のメアリーさんの服装っていうのが結構地味系の服を着てるんですよね。で、これも意味があって、豪華な服をこれ見よがしに着てはいけなかったんですね。なんでかって言いますと、好ましくないタイプの人間の目を引きつけてしまいますし、育ちが良くないとみなされてしまうんですよね。やっぱりこう宿女じゃないですか、貴族の霊嬢なんで、そういった自分とは圧倒的にレベルが違う人、まあそういった人たちから目をつけられて、なんか変な感じになっちゃダメなんですよ。まあいい感じってことですね。恋愛とかに発展しちゃダメなんですよ。だからそういう目を引きつけるような格好をせずに、地味系な格好で動かなければならなかったということなんですね。ちなみになんですけども、バイオレットおばあちゃんがいましたよね。このメアリーさんの、まあおばあちゃんですよ。ロバートのお母さんですね。この人の時代っていうのは、そもそもね、もうこの外出なんてしちゃダメですよという状況だったんですけども、このメアリーさんの時代になっていると、まあ外出ぐらいはいいんじゃないと、でもねと、やっぱりこのね、手とかね、そういった露出はもう限界まで避けましょうよという状況だったわけなんですね。そして次の2分33秒のところでトム・ブランソンが出てくるんですね。この人が運転手として雇われて初めてロバートと出会ったシーンがあるんですけども、ブランソンが言うんですね。すごい蔵書ですねと言うんですね。で、ロバートが借りたいのであれば構わないぞと、まあすごい図書館の部屋があったじゃないですか。あの部屋での会話のシーンなんですね。で、理性の時代といわれる18世紀後半には哲学を身につけるために、貴族たちの間には図書を集めることが流行して、どの家にも図書室が設けられていたんですね。で、これは書斎っていう目的よりも、むしろこの本棚に囲まれた落ち着いた雰囲気のための家族団らんの部屋として機能していたらしいんですよ。だから実際のドラマを見ればものすごい量の本があるんですよね。でも実際のところはこれらの本を全部読むために集めてるのかっていうと、そうじゃなくて、このブームの時にみんながコレクションして、でそのまんまコレクションが残って、結局はこの落ち着いた雰囲気の家族団らんの部屋として使われるようになったということなんですね。で、次なんですけども、
あ、そうそう、これはですね、英国貴族の上巻という本から参考にさせていただきました。あの、なんでこんなに本があるんだろうというのをね、ずっと疑問に思ってたんですね。まあ、そのことについてこの本がすごく詳しく書いてあったんで、ぜひともね、この本を購入して実際の自分の目で確かめてほしいなと思います。で、次なんですけども、6分56秒のところでイザベル邸にてイザベルさんとモールズリーさんのそのやり取りがあるんですけども、モールズリーの手が単独の恐れがあるという感じだったんですね。で、なんかこう手がね、ちょっと赤くなってただるというような感じだったわけですよ。で、その時に手袋をして休止をしたらというふうにイザベルさんが言われるんですね。そしてモールズリーが、そんな手袋をして休止をするなんて屈辱的ですと言うんですね。で、これどういう意味かって言いますと、白手袋をして休止するのは下僕だけなんですね。素手で給仕できる従者兼執事のモールズリーには下僕になったような気持ちで屈辱的だったというわけなんですよ。だから結局イギリスって階級社会じゃないですか。だからもう白手袋をしてる時点で、あ、もうこの人下僕ねっていうふうに判断されてしまうわけですよ。だからもうそういったものはできるだけしたくないんですけどっていうふうにイザベルさんに言いたかったんですね。まあでもイザベルさんは全然そんな人じゃないんですよね。まあやっぱりどっちかっていうとかなり若者寄りの考えの人だったんで、まあもちろんね、中産階級の人ですからね。ですので、いや、そんなの別に全然気にしなくたっていいんじゃないのという感じだったんですけども、やっぱりこのモールズリーさんっていうのは、まだね、こう、貴族社会の中に生きてきた使用人の考えだったんで、こんな白手袋はしたくないですという気持ちだったんですね。で、次なんですけども、9分51秒のところ。だからさっき言ったダウントンフェアがあったじゃないですか。で、ダウントンフェアの準備が最初のシーンだったんですけども、まあ、次、昼のダウントンフェアの準備の視察を行くシーンがあったんですね。あの、お母さんと娘二人が。で、その時の、またファッションの話になるんですけども、コーラさんと娘のシビルとイーディスは微妙にファッションが違うんですよね。で、コーラさんはボンネットをかぶってるんですよ。で、ボンネットって何かって言いますと、こっちはですね、あの進化系ボンネットって僕は自分で勝手に名前を付けてるんですけども、ボンネットっつってこうやってこうなんかこうイメージ湧きますかね、こうこんな感じのこんな感じのやつをつけてたんですけども、だんだんと年代が近代に変わってくることによって、ちょっとこれダサいよねというような感じになって進化系ボンネットになったんですね。で、進化系ボンネットってのはつばが広い帽子にこうやって首に布を巻く、これが僕の言う進化系ボンネットなわけですよ。で、コーラさんはこの進化系ボンネットをつけてたんですけども、娘のイーディスとシビルは普通のハットをつけてたんですよね。で、これも意味があって、このボンネットってのは古風で正当で年配の人に相応しいファッションなんですよね。だからお母さん世代の人たちのファッションということなんですよ。で、娘の2人はハットをかぶってるんですが、この人たちは若々しくておしゃれという印象を与えるんですよね。だからこういった感じで世代間で流行の違いがあったというところを見せてくれているシーンなんですよ。そしてこの時の3人なんですけども、なかなかおしゃれに着飾ってるんですよね。まあ、さっきね、メアリーさんの時には地味でいなきゃダメだよねって言ってたじゃんって思うかもしれないんですけども、これがちょっとね、状況が違うんですよ。この時にトム・ブラウンソンも一緒にいたんですよね。まあ、トム・ブラウンソンっていうのは車の運転手なんですけども、この車の運転手がいる場合においては格好はめちゃめちゃ着飾っていいですよという状況なんですよ。なんでかって言いますね、これは身分が低い人であるのであれば、ちゃんとね、その人の低い階級としてみすぼらしいね、色味のない格好をして外出しないといけないんですけども、そのね、馬車とか車とかそういったものに乗れる身分の人であれば、どんだけ着飾ってもいいですし、それを知らしめてよかったわけなんですよ。だからね、ダウントンフェアの中とか、まあお祭りの中に入ってしまえばみんな歩きますよね。でそういった時にこの人って、あ、この人は貴族なのねという風なのが分かって、まあそれを知らしめてみんなに分かるようにしたということなんですね。まあそういったね、ちょっとね、分かりにくいルールがあったというわけですよ。まあこのファッションだけにおいてですね。そして今回のこのファッションについて参考にさせていただいているのが、英国社交界概要という本を参考にさせていただいております。だいたい1800年代後半から1900年代前半までのファッションのこと、まあ貴族のファッションのことについて詳しく解説してくれているので、ぜひともね、こちらの本も一読していただきたいというふうに思います。まあ一読っつっても、めちゃめちゃ難しい本だったんで、僕はね、5読ぐらいしないと意味がわかんなかったです。まあそれぐらい難しい本なんですけども、中身が濃いんでですね、ぜひとも読んでいただきたいと思います。で、次なんですけども、12分25秒のところで、これもダウントンフェアのお祭りの中の会話なんですけども、メアリーとマシューがお話をするんですね。で、マシューが、あなたは申し分ない人生ですかというふうに聞くわけですよ。で、メアリーが、貴族の女性に人生など、ドレスを選んでお屋敷を訪ね、慈善活動をして社交界へ、でも全ては結婚するまでの腰掛けで、
まあこういうふうに言うわけなんですけども、このねメアリのセリフにもうほとんど貴族の令嬢としての生き方が詰まっているわけなんですね。基本的にこの令嬢の人たちっていうのはもうひたすら着替えまくるわけですよ。朝はこの服を着て、昼はこの服を着て、外出の時にはこの服を着てみたいな感じで何回も何回も着替えるし、その都度時間を使うんですね。でこの着替えがもうこの人たちの仕事なわけですよ。でそれを含めた上でお屋敷を訪ねたりとか慈善活動をしたりとか、まあそういったことをして一日が終わってしまうという状況だったんですね。そしてこの貴族の人たちって、私たちから見る貴族っていうのはめちゃめちゃ華やかでとても楽しい人生だったんじゃないかというふうに思うんですけども、実際のところはね、この貴族令嬢は貴族令嬢なりの苦悩があったというのが分かるシーンなんですよ。で華やかで楽しい人生を過ごしているように思われても、実際のところは窮屈で退屈な世界だったんでしょうね。で広大な領地の大邸宅に生まれ、隔離された子供部屋で育てられ、限られた相手とだけ引き合わされて結婚し、小さな集団との交際の中に生きるもの、これが貴族令嬢の結婚前の姿なんですよね。で最後に、あなたにではなく人生に起こってますというところに、貴族の娘として生まれた華やかさの見返りに自由が利かないことを含んでいるのではないかというふうに思うわけなんですよね。で次なんですけども、19分50秒のところでベイツさんがアンナに夕飯を届けるシーンがあるんですよね。なんかちょっとこうアンナがね体調不良に陥ってしまったわけですよ。でアンナがダメなのよと、開けていいのはヒューズさんだけ、まあヒューズさんでは家政婦長ですね、あの鍵をいっぱいジャラジャラつけた家政婦長のヒューズさんです。でベイツさんがちょっとでいい、渡したいものがあるんだというふうに言うんですね。でこれどういうシーンかって言いますと、そもそもですね、この屋敷内での使用人の恋愛っていうのは基本的には禁止されていたわけなんですね。そしてそれを管理してたのが女主人だからコーラさんですね。コーラさんとその身代わりであるヒューズさんっていうのは、スタッフが職場恋愛に陥ることを快く思わず男女の接触を注意深く管理していたんですね。まあこのお屋敷はどうかは分かんないんですけども、多分このお屋敷っていうのは結構ぬるめにしてあると思います。なんでかって言いますと、ドラマですからね。ドラマなんで結構ぬるめにしておかないとこの人たちって恋愛できないわけですよ。じゃないとドラマは面白くないですからね。でもその頃の貴族の使用人たちっていうのは厳密にお互いが恋愛できないようになっていたというふうに書かれてあるんですね。さっきの村上さんの本なんですけどね。ですので今で言うところの社内恋愛禁止ってところでしょうね。本来は隠してバレないようにやっていくんですけども、途中からこの2人ってもう大胆になっていくんですよね。他の証人がいる中でも普通にね、こう普通にこう大事な話をしたりとかなんてこともあるんで、まあ多分ねドラマを盛り上げるための演出なんでしょうね。ちなみにこれってのがお屋敷によってラインがまちまちだから、恋愛のラインがまちまちで、まあ恋愛したいんだったらしてもいいよ、まあそれをしてるってのは分かってても、もう見て見ぬふりをするとかね、でも完全にやっちゃダメ、なんかもう怪しいことしてるんだったらもうやめさせるってのをやってたところもあるみたいです。なんでここは多分ね優しいところだったんでしょうね。そして次、30分55秒のところですごく大事なシーンがあるんですけども、相続についてメアリーとロバートさんが二人っきりで庭を散歩するシーンがあるんですよね。でここでロバートさんが、もし私が財を築きダントンを買ったのなら迷わずお前、だからメアリーですね、に譲るだろうと、だがそうではない、我が財産は名家を築くために働いた者たちの所産なのだと、それを荒廃させ貶める権利がこの私にあると思うか、私は管理者であって所有者ではない、そして課せられた仕事を必死にこなしている、所領からお母さんの持参金を取り出せばその穴埋めにダントンを売らねばならぬ、それでもいいのか、そしてマシューはそれらを持たない伯爵になってしまうのですというふうに言うんですね。でメアリーが、はあ、だから私は夫を見つけて外に出ていけっていうのというふうに言うんですね。でロバートがマシューと結婚すれば残れるというわけなんですね。でメアリーが、私は知ってるでしょ、人に押し付けられた結婚はしないわというふうに言うわけなんですよ。この2人の、ね、会話が、ね、非常に奥深いんですね。で今からお話ししていくんですけども、そもそもこの現実相続のことについてはね、この確か最初の話、概要の話と1の1のところについて詳しく解説してるんで、まあ、見たい方はそっちを見ていただきたいんですけども、現実相続が設定されている土地や財産っていうのは次の世代に引き渡すまで売ったり譲ったりすることに制限がかけられているんですね。だから原始相続っていうのはロバートのお父さんが設定したものなんで、このロバートさんにこういろいろとね手をつける権利っていうのはないんですよ。この次に渡った時にやっといろいろと売ったり譲ったりっていうのができるんですよね。で
土地を利用して上がる収入や金利を手にすることができるだけなんですね。これが結局このことなんですよ。私は管理者であって所有者ではないと。ただ単に今この時点でこのダウントンアビーを守っている、それが今の私なんだという状況なんですね。そしてそれを無傷で次の世代に渡さなければならない。これがね、もうロバートさんの一番の仕事なわけですよ。でもう一回戻りますけど、仙台だからロバートのお父さんですね、によって原資相続にされてしまった財産は、それを受け取った者にとって本当の意味で自由に処分ができる所有物ではなく、自分が死んで次の世代に渡すまで使用権を借りているのに等しい状態なんですよね。貴族の当主とは過去から受け継がれてきた家族史の一部であって、一族の栄誉と財産を守り、次の世代に無傷で引き渡すことを一生の義務として考えることもできるんですよね。ですのでロバートさんの気持ちってのはすごく複雑なわけですよ。できることならね、もうあなたの言う通りメアリーに全部渡してあげたいよと。でも私はね、と、伯爵なのと、グランサム卿っていう伯爵であって、この伯爵っていうのはそう簡単にね、自分の代だけで終わらせてしまうことはできないと。もう本当に何事もなく次の世代に渡すことによって、ああやっとね、このグランさんも代々代々続けていくことができた、その中の一人なんだよというところで終わらせたいわけなんですね。そしてメアリーの方なんですけども、やっぱりメアリーは自分が好きな人と結婚したいわけで、ここではですね、ロバートさんの価値観とそれに合わせることができない、メアリーの価値観の違いだから、伯爵と伯爵令嬢ってすごくね、こういったいざこざがあったんだよというところをね、見せてくれているシーンなんですよね。でこのことから、貴族っていうのは自由恋愛がほぼほぼ不可能であって、なぜ貴族の間で政略結婚が行われていたのかっていうのが分かりますよね。だからなんかね、全然知らない人と結婚してしまったら所領が奪われるし、財産が奪われるしと、そういったことがないために政略結婚をしていった。そして政略結婚の結果、所領が増えたりとか、そういったことが目的だったというわけなんですよ。でちなみにロバートさんはこのダウントンを守るために財産目当てで今の奥さんのコーラさんと結婚したというふうに言うんですね。これは自分から言っていることなんですよ。で1880年代父親の時代に手放しそうになったことがあるっていうふうに言ってたんですよね。ですのでおそらくもうその辺からだんだんとこの貴族社会っていうのが傾いてき始めてたんじゃないかなというふうに思います。まあそんな中でもですね、このロバートがコーラさんと結婚することによって、そのお父さんがね、ちょっともう危うかったけれども、それを自分がコーラさんと結婚することで守ると。それぐらいね、このロバートさんっていうのは、爵位とか、このお屋敷とか、そういったものを大事にしているというふうに考えることができますよね。そしてこのことは、英国貴族の令嬢から引用させていただいております。これはですね、すごく詳しく、この時の令嬢がどんな気持ちだったのか、どういう服装をしていたのか、そういったところを詳しく解説してくれている本なんで、ぜひともね、これ一読していただきたいと思います。もう一読、これは3読ぐらいでわかると思いますけどね。で次なんですけども、33分25秒のところで、イザベルとモールズリーが病院に薬を取りに来たんですが、バイオレットに引き止められるシーンがあるんですね。で、この時にバイオレットさんが、あら、なんか大変そうねというふうに聞くんですね。で、モールズリーさんが、なんかね、か細い声で、単独だそうですというふうに言うんですね。で、バイオレットさんが、ペンルーダの垣根を掘り起こしてるのねというふうに聞くわけなんですね。で、モールズリーさんが、なんで分かったのというような感じで、なぜお分かりにというふうに聞き返すんですよ。そしたらバイオレットが、ペンルーダアレルギーだからと、単独ではなくてねと、手袋をして作業すれば1週間程度で治るわというふうに言うんですね。で、この単独っていう診断を下したのが、イザベルだったわけなんですね。で、イザベルのもう亡くなってしまった旦那さんというのは医者だったんで、自分もそのサポートをしてたんで、ある程度医療に知識があったんですけども、このイザベルさんは単独っていうふうに診断をしたわけなんですよ。でも、このバイオツさんは、ペンルーダっていうふうにすぐ診断ができたんですね。で、これなんでかって言いますと、おそらくなんですけど、これ僕の考察なんですけども、バイオレットさんには庭師がいたはずなんですね、ずっと。で、この庭師の中に、ペンルーダアレルギーになって同じような症状になった人がいた。そして、このイザベルさんには庭師がいなかった。まあ、中産階級ですからね。だから、そういった違いがあって、このバイオレットさんの方がすぐに分かったんじゃないかなというふうに思います。ちなみに、この単独とペンルーダっていう話なんですけども、単独っていうのは菌の感染によって起こる皮膚の化膿症炎症なんだそうです。症状がひどいと熱が出たりもするそうです。ペンルーダってのはみかん科の多年草で、昔は薬草として使われた植物だそうです。ちなみにこういった黄色い花が咲くらしいですね。まあ、あんまりね、私たちが普段このペンルーダを見かけることはないと思うんですけども、こんな花らしいです。で、次なんですけども、
35分のところでコテージの修復をマシューとロバートで視察に行くシーンがあるんですよね。でマシューがコテージを修復して分かったんです、ダントンに僕の未来が見たと。でロバートが嬉しいよと。でマシューが最初は僕を財産泥棒と思ってたでしょ、馬鹿げた部分しか見えてなかった、すみません、かたくなに変わることを恐れていました、変わらなきゃ生きる意味もないのに。そしてロバートが私は時々変わりたくないと思うと。でマシューが僕らがこのコテージを救ったんです、いい気分ですよという会話があるんですよね。でここでねちょっとこうマシューの気持ちがだんだんと貴族になってもいいのかな、貴族って自分が思ってたものと違ってもっと高潔な仕事であって全然ねただ単にいい生活をしているだけじゃないじゃないかというところが見えてきたシーンなんですよね。で変わるのを恐れていましたというふうに言ってるんで、自分はこうやって爵位の継承者になったんだからそれを受け入れいい方向に進めていこうとする気持ちを感じ取ることができますよね。でロバートの方が私は時々変わりたくないと思うというふうに言うんですけども、時々っていうのが入ってるんですね。でこれがやっぱりロバートさんの立場を表しているんですよ。お母さんのバイオレットさんだったら多分ね変わりたくないって断言するはずなんですよね。なんでかっていうと自分が一番いい時代に生きてきたからです。でロバートさんの方っていうのはだんだんと衰退してきている時代なんだけど新しい時代にも対応していかないといけないというところがあって、変わりたくない気持ちはありつつも、だから領主と補佐人のこういったね上下関係だけでねやっていくのが本当はね貴族としてはやりやすいというのは理解しつつも、やっぱり時代の流れには逆らうことはできないよねという意味を含んでるんじゃないかなというふうに僕は思うんですよね。ちなみになんですけども、この人たち今コテージを修復したりしてるじゃないですか。これどういうことかって言いますね、この貴族の人たちの仕事っていうのは家を作って、まあ、家をまあ修復したりもそうなんですけども、修復してそこに住んでもらってそこから地代家賃をもらったりとか農作をしたものを作ってもらったりとかそういったものから収益を得てるんですよね。でこのロバートさんっていうのがめちゃめちゃいい人なんですよね。でまあみんながみんなそうじゃなかったみたいなんですよ、この頃の貴族っていうのは。この人はちゃんとねそういった小屋とかを修復して住めるようにしたりとか修復してくれてたんですけども、そういった小作人が住む環境とかに全く注意を払わなかった貴族もいたらしいんですよね。なのでこのロバートさんとかマシューさんっていうのはかなりね優秀っていうかいい人たちの部類に入るんじゃないかなというふうに思うわけなんですよね。で次なんですけども、45分6秒のところでヒューズさんがダントンフェアから帰ってきてカーソンさんとお話しするシーンがあったんですよね。でこのヒューズさんって方がこのダントンフェアの時に元彼からプロポーズを受けたんですね。でこのプロポーズを断ったっていうことを伝えるシーンがあるんですけども、このヒューズさんがいろいろな意味でお受けしたかった、でももう昔の私ではないのと、嬉しかったはもちろん、でも私は変わってしまったのと。でカーソンさんが人生は君を変えた、私を変えたようにな、そのおかげで我々は生きる意味を見出すことができるんだ。でここからちょっと間が空いてですね、ではここを去らないのだなというふうに言うんですね。そしてヒューズさんがここを去る、そんな暇があったら教えてというふうに言うわけなんですよ。でここがね非常に深いところなんですけども、このいろいろな意味でお受けしたかった、でももう昔の私ではないのというこの意味なんですけども、昔の私ではないというのがもうこのお屋敷に仕えてそして家政婦長になっている、これがねもうこのポジションになっているこの私っていうのは昔の私ではないということを伝えてるんですね。でカーソンさんが人生が君を変えた、私を変えたようになというふうに言ってるんですけども、あなたね、だからヒューズさんがこのお屋敷に仕えるっていう人生を選んだでしょと、そしてこの人生を選んだことによってあなたの人生は変わったはずなんだよと、で私を変えたようにね、私がこの羊としてこのお屋敷に仕えるっていうふうに決めたのと同じようにねというふうに言うんですね。でそのおかげで我々は生きる意味を見出すことができるんだというふうに言ってるんですけども、やっぱり家政婦長と羊なんで、もうこのお屋敷に仕えることこそが仕事なんですよね。だから結婚なんて二の次三の次、まあ しなくていいと、もうしちゃダメな存在なわけなんですよ。でもこれってのは我々の生きる意味を見出すことができたのだよというふうに言ってるんですね。でここを去らないのだと、だからもう結婚するっていう風になってしまうとこのお屋敷から出ないといけないですからね。でヒューズさんがここを去る、そんな暇があったら教えてよというふうに言ったわけなんですよ。だからやっぱりこの家政婦長と執事っていうのはもうね結婚なんて考えもしないと、もうこのお屋敷に仕える、それこそがプロフェッショナルとしての仕事なんだよねというところを教えてくれてるシーンなんですよね。
そういった感じで今日はこのダントンアビの 1-4 について解説をさせていただきました。もしこの動画がですね楽しかった、勉強になった、面白かったという方がいらっしゃいましたら、ぜひともチャンネル登録といいねのボタンを押していただけると嬉しく思います。それではまた。